トレックボーイです。スタートレックローワーデッキシーズン3第3話のあらすじや感想を語っていきます。まだご覧になってない方は、アマゾンプライムビデオのスタートレックローワーデッキシーズン3第3話、2022年9月9日に公開されたエピソードです。こちらを先にご覧ください。いいでしょうか。 では始めますえ今回は2隻のカリフォルニア級の船セリトスとカールズバッドが登場同じクラスの船がどちらが優秀かを張り合うという話です宇宙艦隊の内情が垣間見えて興味深いですねここでえカリフォルニア級の説明をしましょう エンタープライズのような主力級のフラッグシップに対してそのサポート的な任務を担うのがカリフォルニア級ですサポート船という表現もされてますねえカリフォルニア級はカリクラスと省略されたりもしていますカリクラスの船はたくさんあってえほとんど同じ形でカリフォルニア各地の名前がついています セリトスもカールズバッドもカリフォルニアの地名です主力級がファーストコンタクトをした後とで仮クラスのサポート船がセカンドコンタクトをして外交を進めたり基地を作ったり支援物資を運んだりするわけですサポート船の任務も極めて重要ですし むしろそれが宇宙艦隊の主要な業務と言えるのですが仮クラスの船には主力級の船へのコンプレックスがあるそういう空気感が中間管理職の悲哀というか現場作業のコンプレックスというか見る者の,の共感を誘うわけです要するに仮クラスの船は 船の世界におけるロワー,ーデッキなんですね。そして当然ながらサポート船はたくさんあり互いをライバル視して切磋琢磨している今回はそのサポート船同士の意地の張り合いが見られるわけですストーリーを追いましょう辺境の惑星ジェンガス4号星に住むスクラブル と呼ばれる岩石ののような生物とのセカンンドコンタクトですいきなりジェンガとかスクラブルとかボードゲームの名前が出てきますがそういえば惑星の風景もジェンガの積み木を高く積み上げたような岩山で今にも崩れそうですよね。その 星にあるサイキック鉱石は人の心を読んでひかな空想を現実化しそれに触れたものを石に変えてしまうこの危険な鉱石を回収して別の場所に移し新しい基地を作るのが仮クラスのサポート船の任務です。 人の心の中が現実になるという話は惑星ソラリスのような哲学的な SF を連想させますがそこはローアデッキですから空想がギャグになります。私は TOS のシーズン1「惑星 M113 の吸血獣を思い出しました。人の心の心中を現実化して油断させ、 塩分を吸い取ってしまうというソルトバンパイアの話ですマッコイの目の前に現れた昔の恋人ナンシー・クレイターはマッコイの目には昔のままの若くて可愛いナンシーでした、えー、とてもロマンチックなシーンでしたが実態は違いました結局それが塩を吸い取るバンパイアだと分かっても マッコイはなかなか撃つことができず断腸の思いでフェイザーの引き金を引いたのです私はこのエピソードでマッコイが好きになりましたところでこの TOS のエピソードは放送順では「スター・トレック」の第1話です1966年9月8日に放送されましたその日が「スター・トレック・デイ」です このストーリーのロワーアデッキ第3話が「スター・トレック・デイ」の日に公開されたのは偶然ではないかもしれません話を戻しましょうセビトスはスティーブンズがリーダーになって空想岩の改修にあたります一方カールズ・バッドはカーンズをリーダーとして古い基地の解体を行います 双方のチームがお互いに相手を意識しながらあ作業に精を出すのですが空想岩が現実化するものが各キャラクターの個性を表していて笑えますえラザフォードの空想で出てきたリア・ブラームス博士はジョーディ・ラフォージの憧れの女性で TNG に登場しましたえ小さなほくろがチャームポイントでした スティーブンズが「誘惑に負けそうになったらパリシス・スクエアの勝ち方を考えろ」というのですがこれも TNG に出てきましたねこんな、えー、青いユニフォームを着て、えー、鉄のマレットでで攻撃すす。るというゲームですただし実際のゲーム風景は描かれていないので、えー、謎のスポーツです。 えラザフォードが言われた通りにえーえー、っと青いユニフォームを着てとパリシススクエアのことで頭をいっぱいにしようとするのが笑えますえマリナーの空想にはあジェニファーが出てきてえ以前は毛嫌いしていたのに内心は気にしているのも面白いですえ本当は好意を持っているのかもしれませんねえ深層心理のバロメーターになります、うん、ところが 作業が調子に乗って空想岩を割ってしまうと今度は悪い空想が実体化しますスティーブンズは岩になって腕が折れてしまい上陸班は逃げ惑います洞窟に逃げ込むとそこで謎の通信装置を発見して科学者たちの行動に疑念が生まれますセリトスではテンディが「 上級化学士官の訓練を受けることになりますしかしその指導教化になったミグリーモが頼りないえミグリーモはあーこれまであまり出番がなかったのですが今回はテンディとの絡みがあってユニークな個性が目立ちます声を吹き替えている青山豊さんはトゥポックの声では低音で知的な印象なのにミグリーモではお茶目な感じがうまいです そのテンディがスクラブル大使から送られた岩の成分に疑問を持つのですがそれをなかなか伝えられない結局岩を割って初めて盗聴器の存在が発覚することになりますテンディの勇気ある行動が問題を解決した形ですねスクラブルと科学者の悪巧みがバレて一見落着しました 辺境基地の科学者って地味な作業服を着て暗い性格のように描かれていますが TOS の印象でしょうかね確かに TOS にはそういう科学者が問題を起こすエピソードが多かったように感じますちょっと科学者がかわいそうですね一方セリトスは実はカリフォルニア級の船の中では ヒーローロ的なな存在だとということが明らかになりますセリトスはサポート船のエンタープライズとまで言われてびっくりです。いやびっくりって言っちゃ失礼ですが <laughs>、えー、マリナーもラザフォードもテンディも、えー、そのままの実像がヒーロー扱いなのにボイムラーだけはミニロボットだと思われているというのが笑えました。そして スティーブンズは死にそうになってやっぱりコアラを見たんですね。え今回も面白かったです。次回が待ち遠しいです。ドレッグボーイでした。